先日アップした文人さんに牛糞を送ってみた動画の中で、結構重いね、5キロ、いや10キロ、5キロ、10キロ、まあわかんない、まあそれくらいあるし、間を取って 7.5 キロぐらい。なぜ間を取る、14キロあるんだよ。いや14キロだよって強めに突っ込みましたが、視聴者さんからコメント欄で、袋の後ろにカッコ6キロって書いてあるから、あれは14キロではないのではないかという指摘を受け、早速牛糞の販売元であるアイリス大山さんに、プロクレーマーであるというかね、まあただの質問おじさんである彦勝さんに電話をしてもらいました。お聞きください。お電話ありがとうございます。どうもね、アイリス大山でございます。はじめまして。次の3つの中から、うん、ご希望の番号を押してください。わかったよ。 LED 照明、シュレッダー、ラミネーター、高圧洗浄機など電気製品のお問い合わせは1を。違うよ、クソだよ。電気製品の修理のお問い合わせは2を。電気じゃないよ。電気製品以外のお問い合わせは3を、うん。じゃあ3だね、クソだもん。お待たせいたしました。アイリスコールでございます。あ、もしもし。はい。堤菊彦勝と申しますけれども。はい。ちょっとお聞きしたいことがあるんですけども、大丈夫ですか？はい、お願いいたします。この前、はい、知り合いのプレゼント用に、はい、こちらの商品の、はい、ギュッと圧縮牛糞堆肥っていうのを買ったんですけども、はい、これって重さは14キロあるんですか？あ、はい、袋に入ってるものでございますよね。はい、牛のクソです。はい、と重さ確認しますのでお待ちくださいませ。なんか袋の裏には、14リットル括弧6キロって書いてあったんですけれども、はい、これどっちなんだろうなと思って。はい、少しお待ちいただけますか。はい、お待ちにこしておきますね。はい。ノリノリの音楽だな、これ。散々クレーム電話したけど、こんなん聞いたことねえよ。珍しいよ、この音楽は。保留音、こんなノリノリの曲だとさ、こっちがさ、クレームしようってしてたのもさ、もういっかってなっちゃうよね、これね。アイリス大山のなんかテーマソングかなんかなのかな、これ。勝手に歌詞つけてみようかな。アイリス大山、アイリス大山、牛糞売ってるアイリス大山、電気からクソまで売ってるよ。ふんふん牛ふん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 牛ふんふん牛ふん。お客様、お待たせしております。はい、そうですね、リッター数的にはだいたい14リッター入っておるものでございますね。じゃあカッコ6キロっていうのは、はい、これあれですかね、水を吸ったら14リットルっていうか、まあ、14キロに膨らむよってことなんですかね。14リッターですけれども、だいたいその重さ自体がそのだいたい6キロぐらいということになるんですよね。あれでも14リットルイコール14キロじゃないんでしたっけ。14リットルイコール10、すいません、ちょっと一度確認してみますね。多分膨れるのかなと思ってるんですよね、これ。口の中に入れて唾液とかで、胃液とかで、14キロまで膨れるのかなと思って、はい、ま、水分とか含みますと、やはり若干こう膨らんだりとかっていうのは出てくるかとは思うんですけれども、はい、はい、重さ的には6キロってことなんですかね。そうですね、重さ的にはだいたい1袋 6.5 キロぐらいの重さ、ね、っていうことになってると思うんですね。まあ、そういうことですよね。あと、はい、これって完熟って書いてあるんですけども、これ食べても大丈夫なんですか？なんか完熟なら食べられるっていう人がいた、まあ、人っていうか新種の動物がいたんですけども、食べていいんですか？人がっていうことですか？人間が、はい、口にパクって牛のクソ食べてもいいのかなと思ったんですけど。そうですね、ちょっと食べたりっていうのはしない方がいいかとは思うんですよね。ただこう、食べるものとしてのこう、使用してるということではございませんので、はい、そういった検証ともやっていないので、ちょっと食べたりっていうのはしていただかないでほしいです、ね。まあ、そりゃそうですよ、食べちゃいけないですよね、普通はね。そうですね、普通の人は食べないですもん。そうです、ね、そうです。食べるのは多分チンパンジーとか食べちゃうんですね、多分ね。そうですね、そうですよね。はい、どうもありがとうございました、牛のクソについてね。はい、すいません。申し訳ございませんが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、パーツザピーポー、お願いいたします。はい、どうも、はい。
ということで水分を含んだら14キロになるということです。水分を含んでないあの状態だと6キロということなんですね。文人さんの間を取って 7.5 キロっていうのはほぼほぼ正解でしたね。クソ野郎が。まだね、あの14リットルって書いてある謎がねちょっとよくわからないので、牛糞堆肥に詳しい人がいたらちょっとね教えてください。そしてね、はじめ社長も400キロの牛糞が送られてきたって動画内で言ってましたが、正確には6キロかける約30袋で180キロです。正規さん 3.5 人分ぐらいの牛糞でしょうね。400キロではないです。400キロは盛りすぎです。大ごとにならないうちに早めに謝罪した方がいいと思いますよ。そしてペレット状のあの牛クソをね、一つは貯めてみた方がいいのかもですね。人間から文人になれるかもです。おほほ。ねえ、僕は文人じゃないんです。チンパンでごめんなさい。そっくりな歯茎なもんで、よく間違われるのです。僕も文人じゃないんです。じゃあヤギかと聞かれましても、ヤギはヤギで歯茎が文人化しているのです。僕は人間じゃないんです。文人でごめんなさい。白ヤギに